真田,田博之氏が制作し主演もしたテレビドラマシリーズ「将軍将軍」がエミー賞をほぼ総なめする18部門での受賞を果たしたそもそもは配信数が記録的なセールスを達成しており評価も高かったことからこの結果にサプライズはなかったがそのことも含めて創挙と言えるちなみに評価ということではアメリカの主要な批評サイトロッテントマトではプロ批評家の100%が推薦 アマヒ評価を含めても99%が推薦という例外的な高評価となっている写真アメリカで人気のアンナサワイ氏将軍で重要な役を演じる実際の作品についても真田氏が長年こだわっていた日本の文化に忠実な表現ということが徹底されており日本では難しい高度な CG 技術の活用を含めて巨額な予算が投じられているだけあって十分に見応えがある 真田氏は映画、ラストサムライ、エドワード・ズウィック監督、2003年に出演した際に、アメリカ人のキャストやクルーとの間で、日本の文化をどう表現するか様々な葛藤を経験したことが知られている。今回の作品は、その意味で真田氏の積年の思いが結実したものと言えるだろう。イメージアップした日本文化と日本語、9月15日に行われたエミー賞の授賞式では、 サナダ氏は受賞のスピーチを日本語で言った。異例なことだが、アメリカでは好感を持って受け止められている。そこもこれも、サナダ氏が本物の日本文化にこだわって、本作では日本語のセリフは日本語で貫き通し、視聴者もこれを支持していたことの表れであるし、熱心な視聴者を含めたアメリカ社会が日本文化と日本語にポジティブなイメージを持っていることの証拠だと思う。 日本語といえば、本作に出演している俳優のアンナ・サワイ氏は大変な人気であり、数多くの著名なトーク番組に出演している。そこで自分が日英バイリンガルであることの意味や、時代劇に独特な日本語の難しさなどを丁寧に説明していた。サワイ氏が自分のことを、私、ではなく、二度も、二度も、というとか、あなた、が、記念、記念、 になるといった話題を説明するのに対して司会者や会場からは驚くほど関心が寄せられていたそんなことからも本作の成功が日本という国日本の文化日本語の全体のさらなるイメージアップに貢献したことも間違いないであろうこの将軍の成功については手放しで喜んでばかりもいられない作品にも そしてプロデュースした真田氏にも全く罪はないが少なくともこういった外資による対策の政策が続くようだと時代劇作品の制作ノウハウもまた成功した際の経済効果も何もかもが流出してしまう結果的に日本の文化財というべき時代劇の制作ノウハウが空洞化してしまうことになりかねないというかすでにそうなっているこの点については日本のエンタメ産業における 制作委員会方式というリスクヘッジを目的とした制作方式を改めて責任あるプロデューサーがダイナミックな資金調達のできる方式を構築するしかない。とにかく今回の将軍の成功に対しては日本国内の広告代理店、テレビ局、映画会社、制作プロなどには奮起を求めたい。ゆかりの地の観光魅力強化を、それはともかく 将軍の成功はすでに起きてしまったことだ。この成功を受けて、日本社会では何をどうするべきか、エンタメ産業の空洞化という問題はさておき、今回は作品の成功をどうやって、次につなげるのか、考えてみたい。一点目は、観光サービスの付加価値向上という問題だ。豊臣から徳川への政権交代の背景には、欧州におけるカトリックとプロテスタントの争いがあり、 これを利用して徳川政権は独立の維持に成功した。本作はこのような壮大で知的なテーマを掲げて大成功している。ということは、本作のファンは、日本の近世史に対して無制限の好奇心と、知的情報への渇望を抱いていると言っていいだろう。ならば、ゆかりの観光地においては、もっともっと情報提供のレベルを上げるべきだ。大阪城にしても、 秀吉ゆかりの京都の寺社にしても、しっかり英語での説明をつけた歴史の情報提供を行う必要がある。江戸城については、維新後に皇居となっていることから徳川政権の居城としての史跡という意味での見学は難しいが、例えば半蔵門外とか、たやす門外などに江戸城博物館などを建設して外国人の学習機会としつつ経済効果を狙うなどのアイディアも可能ではないか。 日本の城に関しては、外国人観光客が殺到することから、地元民だけを割引対象としてその他は入場料を値上げするような動きもある。けれども、単に値段を上げるだけではなく、ワイヤレス配信による英語での観光ガイド、それも歴史に関わる高度な知的情報が得られるものを提供するなど、外国人向けに付加価値を上げて、それを価格に反映するような工夫もできるはずだ。